ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、嫌いなアナウンサーランキングっていうのを見てたんだけど、宮根誠司さんが首位を独走してる状態なのね。そうだろうな。大体予測がつく結果だぜ。あ、やっぱりそういうリアクションになっちゃうくらい圧倒的なんだね。アナウンサーらしからぬ自由奔放な司会ぶりが有名だからな。その分好き嫌いの差が激しくなるのは仕方がないことだと思うぜ。そうなんだ。確かにアナウンサーと聞くと、誠実で爽やかな印象が求められる傾向があるから、違和感を覚える人も多いかもしれないわね。でもさ、いくら自由な司会ぶりとはいえそれだけでここまで嫌われることなんてある？仕方ない。それじゃあ今回は宮根誠司が嫌われている理由について、詳しく解説していくことにしよう。ちゃんと納得させてよね。大丈夫、誰でも納得できると思うから、そこは心配ないと思うぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは宮根さんについて簡単に紹介しよう。宮根さんは1963年生まれで島根県大田市出身だ。もともとアナウンサーを目指していたわけではなかったが、就職活動の際にテレビ局を見学できるから、という軽い気持ちで朝日放送に応募したそうだ。この頃からすでに自由な感じが出てきてるわね。ところが面接でのトークで好印象を与え、まさかの採用。後のインタビューでは、面接は3時くらいまでありましたが、トークが受けたんです。ネタはそれなりに用意していたのですが、全部うまくはまりましたねと語っているぜ。すごいわね。やっぱり喋ることに関して、どこか長けているものがあったんだと思うわ。しかし、アナウンサーになる準備を全くしていなかった宮根さんには圧倒的に知識が不足していた。加えて標準語もうまく話すことができなかったため、新人時代は担当番組をもらえずに、ひたすらニュース読みの練習を続けたそうだぜ。それは仕方ないわ。周りにはアナウンサーになるために頑張ってきた人たちがたくさんいるんだから。ところが、おはよう朝日ですに出演していた先輩アナウンサーの代打として出演したところ、思わぬ反響を呼び、1994年から単独司会を任されることになったんだ。すご、本人の能力もあるんだろうけど運も味方してる感じがするわね。確かにそうだな。本人曰く、どうせ一回きりの代打なら思いっきりやってやろうと無茶をしたら、運よくそれが受けたそうだ。以降は関西圏の人気アナウンサーとして活躍していくことになったんだぜ。実力と運が掛け合わさってものすごい成長を遂げていったんだ。そして41歳の時にフリーアナウンサーになるが、その2年後にミヤネ屋に起用されると、番組のヒットとともに全国区の人気を獲得することになったんだ。めちゃくちゃ順風満帆じゃない。ここまでトントン拍子に進んでいくと私なら調子に乗っちゃうわ。だが、人気が出るということはそれだけ多くの人に見られるということで、知名度が上がるとともに悪評もどんどん増えていったんだぜ。そこよね、その悪評の理由が気になるところだわ。ではここからは宮根さんが嫌われている理由を順に紹介していこう。お願いします。まず一つ目は偉そうだ。ああなるほど。私も何度かテレビで見かけたことがあるけど、言いたいことはよくわかるわ。スタッフや出演者への態度や発言が高圧的で、基本的に上から目線の意見が多いのが気になる人が多いようだな。うわぁ、絶対嫌われるよそれ。また、人の話を聞くときに肘をつく。自分から話を振っておいて、相手がその返答をしている最中に自分の話を始める。ゲストコメンテーターが真剣に話をしているのに目線を合わせることもせず、と気のない返事を繰り返しながら手元の書類をペラペラとめくるなど、その横暴で雑な態度に批判の声が集まっているんだ。これは不快だわ。人として当たり前に身につけておくべき姿勢だと思うんだけど。ベテラン MC とはいえ、最低限必要な礼儀だけは忘れちゃダメだよな。二つ目は性格が悪いだ。普段の態度から酷評を受けているだけじゃなくて、実際に性格まで悪いと言われているのね。宮根さんは話にがっつり食い込んできては、嫌味な言い方をすることがあって、それが正当な意見であれば納得する人もいると思うが、明らかに言い過ぎという発言が多く、そういった事実もアンチが増える要因になってしまっているぜ。偉そうなのは態度だけじゃなかったということね。また、現場記者に対しての扱いがひどすぎると週刊誌で報じられたことも有名だ。気に入らない記者はすぐにクビにしてしまったり、面白くないからといって説教したりクビにしたり、裏方からも愚痴が溢れて止まらないみたいだな。うわぁ、ひどいわ。誰か暴走を止められる人はいないのかしら。スタッフ側はプロデューサーであっても宮根さんに注意することはできないみたいで、宮根さんの独壇場とかしてるみたいだな。
外からも内からも嫌われてるのに態度を改めないその図太さには驚きだわ。三つ目は顔だ。ドストレートすぎる。かなり辛辣な意見ね。だよな。ネット上では、宮根誠司見てしもた、実に不愉快、顔が無理。宮根誠司って嫌な顔してるよねと散々な言われようだ。でも一つ目の理由で言っていたように、これだけ周りの人に高圧的な態度をとって偉そうにしてるんだとしたら、その嫌な光景も含めて見たくないっていう考えになるのはよくわかるわ。そうだな。宮根誠司イコール高圧的、不快などといったイメージが植え付けられてしまっているとすれば、顔も見たくないと思ってしまう人が存在するのも自然なことだと思うぜ。イメージ回復にはかなりの時間がかかりそうね。もはや回復させる気すらないのかもしれないけどな。続いて不倫隠し子スキャンダルの発覚だ。いやいや、宮根さんって番組内で不倫騒動について意見することもあるよね。自分のことは棚に置いてよく堂々とコメントできるわね。間違いないな。宮根さんの不倫隠し子スキャンダルがスクープされたのは2012年のことなんだが、当時ネット上では、これは宮根屋の特番でやってもらいましょか宮根さん。人を叩くのに、自分の話はスルーかな。前から思ってたけど、なんで宮根を情報番組に使う？誰よりも下水のに、と、好感度が爆下がりしたのは言うまでもない。これは完全に自己責任だね。それで、この不倫隠し子スキャンダルの内容はどんなものだったの？宮根さんは1993年1月に元モデルの女性と結婚していたが、当時出版社勤務だった B 子さんと知り合い、2004年に元モデルの女性と離婚したタイミングで B 子さんとの交際をスタートしたそうだ。ふむふむ。一方で、同じ年に当時ホステスとして勤務していた A 子さんと、大阪にあるクラブで出会い、ほどなく交際をスタートさせていたんだぜ。前の妻と離婚した直後に早速二股って、ほんと情けないよな。そして宮根さんは二股交際を続けた末に B 子さんと結婚したが、それを明かすことなく A 子さんとの関係を続けたんだぜ。挙句の果てに、当時の女性セブンの取材に対して、A 子さんにはもともと、僕には結婚を約束した恋人がいると言っていたので、向こうも僕とは結婚はできないとは思っていたようです。まあ、恋人がいるのにそういうことをしちゃうのが、僕のバカ野郎なところなんですが、と答えているぜ。苦し紛れになんとか二股の傷を浅くしようと言い訳してるのも恥ずかしいけど、B 子さんと結婚したことを A 子さんに伝えずに交際を続けられるその精神が全く理解できないわ。まさにゲスだよな。そして2007年の春頃、A 子さんから突然子供ができたという連絡を受けたことでその事実を知り、2012年には不倫隠し子スキャンダルとして報道されたというわけだ。っていうか、これだけの大問題を起こしたとなれば、仕事に影響が出てもおかしくないんじゃない？その辺はどうなの？一応この問題が取り上げられた後は、自身の番組である情報ライブ宮根屋で謝罪しているぜ。番組冒頭で年明け早々、私どものことでお騒がせしてすみませんでしたと深々と頭を下げ、心を新たに皆様の期待、信頼に応えられるよう、一から頑張っていきたい、といったコメントを残したんだ。え？それだけ？報道番組の司会者が隠し子騒動だなんて、番組を降板になってもおかしくない事態だと思うんだけど、実はこの騒動の裏では、かなりの範囲にわたって大きな力が働いていたと言われているんだ。どういうこと？なんか怖いんだけど、芸能界のドンとして有名なバーニングプロダクション代表取締役社長、スホーイクオさんが暗躍していたと言われているんだぜ。何それ、強力な後ろ盾があるっていうこと？そういうことだな。宮根さんは2010年に所属事務所との契約を解除し、実質的に独立した形となり、独立直後からフジテレビ系列の情報番組であるミスターサンデーで、メインキャスターを務めることが決まったんだ。だがミスターサンデーの初回放送日にはスホー社長がわざわざフジテレビに現れた。これはかなり珍しいことらしく、フジテレビでは驚きの声が上がったというぜ。たまたま別の用事があったわけではないの？そもそもスホー社長が宮根さんの後ろ盾になっているという話は業界では有名な話なんだ。それに、スホー社長が各メディアに後追い報道の禁止の通達を出したため、このスキャンダルはすぐさま風化してしまい、宮根さんは痛手を負わずに済んだ、ということも明らかになっているんだぜ。よくわからないけど、とにかく深いつながりがあるのは確かなんだね。あっさり事態が収束しちゃったからおかしいなと思ったけどそういうことだったんだ。
それにしても各メディアの動きを封じ込めるなんて、司法社長は本当に圧倒的な力を持っているのね。ああ、恐ろしい限りだぜ。さらに女性セブンの記事では、この騒動がまるで美談家のように仕立て上げられていたこともあり、最小限の被害に抑えるために様々な対策が講じられていたことも噂になっていたぜ。ベテラン MC でありながらバックに強力な権力者がいる、まさに怖いものなしじゃん。この強力な後ろ盾がなくならない限り、宮根さんが改心することはないのかもしれないな。以上、宮根誠司が嫌われている理由を解説したぜ。宮根さんがなぜここまで嫌われているのか、よく理解することができたわ。話を聞いてると、いつまでも強気な態度でいられる理由も見えてきたような気がするわね。そもそも朝日放送に入社できたのもトークが受けたというのがきっかけで、その後も、先輩アナウンサーの代打として出演した番組で爪痕を残すなど、従来のアナウンサーの概念を覆すようなやり方でキャリアを積み上げてきたわけだから、その中で培われてきた強気なスタイルが前のめりになりすぎているような印象も受けるよな。宮根さんのスタイルが好きだという人も大勢いるんだろうけど、それはあくまで歯に気抜きせぬ発言や、マイペースな司会ぶりのことを指してるわけで、横暴で偉そうな態度が好きっていう人はかなり少ないんじゃないかと思うの。確かに、嫌味な部分がなくなるだけで、一気にイメージが変わる可能性もあるはずだから、いつかはそんな宮根さんを見てみたいものだぜ。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。